キング&プリンス、平野翔が主演を務める金曜ドラマ、クロサギ、毎週金曜夜10時から10時54分、TBS 系の第7話が、12月2日、金曜日に放送される。同作は、詐欺によって家族を失った主人公、黒崎高志郎、平野、は、詐欺師を騙す詐欺師イコール黒詐欺、となって、本当の、敵、を探し出し打倒していく物語だ。この度、本作のプロデューサーを務める武田梓氏のコメントが到着。第7話の見どころや、注目ポイントを語った。2022年の現代を舞台に、黒詐欺、が暗躍。原作は黒丸、夏原武氏による漫画、黒詐欺、シリーズ。今作は、2013年に全42巻で完結した漫画シリーズを原作に、いわば、黒詐欺、3000版、そして新たにドラマ化、詐欺、が身近な脅威となっている2022年の現代を舞台に、今の日本でリアルに発生している詐欺に黒詐欺が立ち向かっていく。同ドラマには、検事になることを目標に勉強している大学生、吉川つららを演じる黒島結菜や、甘味処、桂の店主で、裏の顔は詐欺業界のフィクサー、桂木敏夫を演じる三浦友和も出演。バル、また、警察庁のキャリア組、久品翔を井之脇海が演じるほか、中村ゆり、山本浩二、万堂屋十郎、船越英一郎ら個性豊かな面々がストーリーを盛り上げる。見どころ、7話では、全く火のない普通の人たちが騙される詐欺を黒詐欺が食います。欲に目がくらんだわけでもない、何か事件に巻き込まれたわけでもない、普通に一生懸命に生きていただけなのに詐欺の餌食にされてしまう。この世界に本当に黒詐欺がいてくれたらと思うようなお話になっていると思います。注目ポイント。黒崎が救う被害者家族の温かさと可愛らしさ、そんな普通の人たちに黒崎がどう接していくかが見どころです。黒崎が詐欺師に対して見せる顔だけでなく、不姿勢の人たちとどのように接していくのか。特に黒崎が子供に向ける顔は、今までに見たことのないものでとても素敵ですし、孫娘、まーちゃんを演じた子役の女の子が現場を和ませてくれました。そして、メガバンクひまわり銀行の面々の開演にも注目です。バル、また、前回の第6話で氷柱を騙して気まずいままの黒崎ですが、そんな氷柱と黒崎の関係も少し変わってきています。黒崎と氷柱のツンデレ勝ち競争、シーンはぜひともご注目いただきたいです。宿敵、北条は最終回だけ頑張れば倒せるような相手ではありません。その強大な地位と権力の牙城を7話から最後までかけて、黒崎がどうやって崩していくのか。黒崎もここからはノンストップで北条を倒しに行きます。一見意味のないことでも実は繋がっていきますので、お見逃しなく。